アルマンド・グレザンド・クレール・エリザベート・ベジャールはフランスの女優。17世紀の舞台女優として最も有名なうちの一人である。モリエールの妻。17世紀フランスにおいて役者を輩出していたことで有名なベジャール家の出身。両親ははっきりとはわからない。この点について長い間論争が行われてきたが、決着はついていない。1650年頃から、 ムヌージョーナル芸名で子役として舞台を踏んでいたらしい。アルマンドという名前が幼い頃に使われた形跡は一切なくアルマンドグレザンドクレールエリザベーとなる長ったらしい。洗礼名はモリエールと共に南フランスを巡業している間に付けられたものではないかとする説がある。1653年にラングドック地方の三部会が開催された際、当時、 モリエールの被護者であったアルマンド・ブルボンが議長を務めたが、この三部会の召集者の妻の名前が、グレザンドという名前であったことから、彼女と共に、被護家の役者たちのために名付け親を買って出たのではないかということである。1662年2月、モリエールと結婚し、三人の子を設けた。最初の子供であるルイは、当時の国王ルイ14世が名付け親となり、 大父母としてその夫妻を持ったが、溶接した。三人のうち成人したのは、長女のマリー・マドレーヌ・エスプリだけである。マドレーヌ・ベジャールとかつてその恋人で、モリエールと親交のあった、モデール伯爵が名付け親となったが、子供を残さなかったので、モリエールの血筋はここで途絶えた。1664年頃から、女優としての才能が、一気に開花した。様々なタイプのヒロイン役を、 次々とこなし、劇団の中心女優であることを認めさせた。1672年になって、モリエールは、リシュリュー通りに豪華なアパルトマンを借り、そこへ移り住んだ。そこで、第三次、ピエールジャンバーティスト・アルマンドが生まれたが、わずか1ヶ月で溶接した。その翌年、モリエールは、病は、木から、の上演中に倒れ、そのまま死去した。当時の監修として、 俳優は、被災の前で俳優の職を放棄した胸を誓わなければ、教会から埋葬の許可を得ることができなかったため、アルマンドは国王に請願し、国王が教会に口添えしたことで、ようやく埋葬が許された。モリエールの死後、劇団は、本拠地パレロワイヤルの使用権を失い、途方に暮れていた。アルマンドは、ラグランジュと共に、火事で劇場を失ってほとんど解散状態にあった。 マレー劇場の俳優を吸収し、彼らを率いて、ゲネゴーン劇場へ移った。1677年5月31日には、俳優のゲランデストリシェと再婚。彼との間に、息子、ニコラを設けた。ニコラは1699年、モリエールの未完作品、メリセルトの本案を出版した。六百八十年には、国王の命を受けて、ブルゴーニュ劇場と合併し、 コメディフランセーズが創設された。その際、聖座院となった。1694年10月14日を最後に引退し、1000ポンドの年金が支給された。引退後は、1676年に5400ポンドで取得していたムードンの家で、夫と共に亡くなるまで暮らした。この家は、フランスの王室公式外界であったアンブロワーズ・パレが以前所有していたものである。 1700年12月2日、死去した。遺体は、パリ市内の墓地に葬られた。マドレーヌ・ベチャールと親子関係にあるのか、それとも単なる姉妹なのか、そして父親は、誰なのか、長い間論争が行われてきた。結論から言えば、どの件に関しても未だに決着はついていない。モリエールの親友であったニコラ・ボアロー・デプレの証言に、モリエールは、最初、 マドレーヌ・ベチャールに恋をしたが、やがてその娘と結婚したとあるように、同時代の人々は、マドレーヌとアルマンドを親子として考えていた。この当時問題となっていたのは、父親は誰なのか、という点のみである。もし仮に、父親がモリエールであるならば、すなわちそれは、近親相関の罪を犯しているということであり、現在でも、罪となる、近親相関。この点は、当然、 モリエールの敵対者たちに格好の材料を与えることになった。ルイ14世がモリエールの子供の名付け親となったことで、そのような疑いがないことは公式に示されたが、それでも攻撃は止まなかった。その一方で、モリエールが父親でないのなら、何の罪も構成しない。当時、昔の愛人の娘と結婚するというケースは多くは、ないにせよ。 しかし現実にあったので、この点は特に疑いをかけるようなところではない。ところが19世紀、1821年にパリで警察所長をしていたベフハラという男によって衝撃的な論文が発表された。その論文には、彼が見つけた記録として、1662年2月20日付のモリエールとアルマンドの結婚契約書が収録されており、契約書には、 ジョゼフ・ベジャール並びにマリー・エルベの娘、およそ20歳になるアルマンド・ベジャールと書かれていたので、ある。父親は誰かわからないまでも、マドレーヌを母親としてきた、これまでの通説を覆す、この発見を契機として、議論は、ま、二つに割れることになった。アルマンドを、マドレーヌ・ベジャールと親子関係にあると見る、研究者たちは、戦術のボワローの証言を重んじるだけでなく、モリエールは、 当然としても彼に近しい人々の沈黙を不自然だと考えた。モリエールが攻撃されるたびに反論して彼を擁護していたのに、なぜかこの件についてだけは何も語っていないからである。ラグランジュは生涯モリエールの忠実な部下であり続け、モリエールも彼に全幅の信頼を置いていた。彼は1682年にモリエール全州を観光する際に序文として完結に、 モリエールの生涯を紹介する文を執筆した。モリエールの死後すで20年が経とうとしており、アルマンドは再婚していたため、気遣いは誰に対してももはや必要なかった。なおかつ初の公式的な前週の序文であるから、モリエール夫妻への誹謗中傷を否定し、アルマンドがマドレーヌの妹であるなら、その事実を明かして知らせる絶好の機会であるにも、かかわらず、 ラグランジュは一切この件に触れていない。これに加えて、マドレーヌがアルマンドに持たせた持参金が、その後結婚したマドレーヌの妹、ジュヌビエーブに持たせた額より、はるかに多額であったこと、アルマンドを遺産の相続人として指名したことなどが、アルマンド・マドレーヌの娘説の根拠である。一方で、マドレーヌの妹と考える研究者たちは、 ベッファラその他によって発見された公式記録の記載を信じるべきだと主張した。しかしこの主張には反論が寄せられた。当時の公式記録は虚偽の申請が可能であるから、結婚契約書以後の書類はそれに準じているのが当然で意味をなさないというのである。そのため、この説を取る研究者が最重要視したのは発見された中で最も古い公式記録である。 1643年3月10日付で母マリー・エルベが裁判所に提出した父・ジョゼフ・ベジャールの遺産相続権放棄の請願書であった。父親の残した借金を子供たちに背負わせないようにするためのものだが、この請願書にはマリー・エルベと個人の間にできた未成年の子供たち、並びに未宣令の女子に代わってマリー・エルベが親戚演者と協議の結果、 遺産相続権の放棄を願い出たと書かれており、この未宣令の女子をアルマンドであると解釈するのがこの説を取る研究者の考えである。その後も研究が進められ、新たな新資料も多数発見されたが、それでも決着はつかなかった。アルマンドの宣令記録が見つかれば、直ちに議論は収束するが、現在でも見つかっていない。存在しないのかもしれない。結婚後、 最初の一年間は、夫婦関係は、純風満帆であったようである。ところが、徐々に二人はすれ違っていくようになった。その最初の気配は1663年のベルサイユ即興劇に現れる。モリエール城、遠慮なく言っていいかしら。あなたの一人芝居を書けばよかったわね。モリエール、うるさいね。頭の悪い人だよ、お前は。モリエール城、ご挨拶だこと。 これですもの、結婚すると人が変わるのね。一年半前は、こんなことは言わなかったのに。モリエール、うるさいじゃないか。モリエール城、ちょっと式をあげたくらいで情け深いところがなくなって、しまうなんて変だわ。女一人を、夫の目で見るのと恋人の目で見るのと、大変な違いね。モリエール、何をつべこべ言うんだ。もちろん、劇中のセリフであるから、 モリエールの遊び心によるものと取ることも容易であるが、結婚以降のモリエールの作品では若い娘と中年男の結びつきがテーマとなっており、その上どんどん男の扱いが悪くなっているのもまた事実である。ジャンレオノオルグリマレのモリエール氏の生涯では、このあたりのことを次のように記述している、美しく、また容姿に気を配るのが好きな女優にとって、 人からとやかく言われないように自らの行いに気をつけるのは難しい。女優であれば大貴族に対しては当然礼儀にかなった対応をしなければならない。しかしこれは仕方のないことだ。相手は彼女に大いに気があるのだから。モリエールは宮廷や街中の男たちが彼女に気があるのだと思い込んだ。彼女の方はあえてその誤解をよこうとはしなかった。それどころか彼女が あまりにも熱心に身を飾るので、ますます猜疑心を募らせ、嫉妬するのだった。彼が幸せに生活を送るためには、どのように振る舞うべきかを解いてもそれは無駄だった。彼女はモリエールの教えを聞かなかったが、それというのも彼女のように若く、しかも何一つやましいことのない人間にはあまりに厳しすぎると思ったからだ。結局モリエールは何度も冷たくあしらわれ。 家庭内の不安に悩んだ末、できる限り、仕事と友人たちの付き合いに閉じこもって、妻の行動を思い煩うことをやめてしまった。以下は、親友であった画家ピエール・ミニャールらに語ったとされる、モリエールの言葉。こちらもグリマレによる記述、君たちはこの私が今、自分の気質や気持ちと、正反対の職業、立場にいることを気の毒とは思ってくれないのかね。 私は静かな暮らしが好きだ。であるのに、私の生活と来たら、日々の創造しく細かい仕事で絶えず、煩わされている。こんなことは最初は全く予期していなかったのに、今では自分の意思に反して、全身で打ち込まなければならなくなっている。あらゆる注意を払ったのだが、何も考えずに結婚するものがはまり込みがちな、混乱に、結局私も囚われてしまった。しかも、 元はといえば、自分のせいなのだ。アルマンドは快活で、再起もある。そして、それを人前で発揮するのが大好きだ。だがおかげで、私は我を忘れて苛立ってしまう。私はそれに文句を言い、愚痴をこぼす。私より、はるかに分別のある妻は人生を楽しみたいのだ。彼女はしたいことをする。自分にやましいところがないから、慎重に振る舞えと求めても聞く耳を持たない。 ないがしろにされた私は軽蔑されたと思い、また悩む。私は愛されていると確信するために、その証が欲しい。平静な心を保つために、彼女には、適切に振る舞って欲しい。だが、いつも、同じように自由に振る舞っている家内は無情にも、私の苦しみをよそに、他の女たちと同じく、男たちに気に入られたいとの願いだけにとらわれて、特別な下心はない店よ。 私の弱さを洗うのだ。1660年代の半ばから後半にかけて、モリエールは大成功を収めて、名声を高める一方で、ますます激しい攻撃にさらされるようになっていた。心身ともに疲れ切り、家庭内に安息を求めたモリエールにとって、アルマンドは逆に負担を増やしただけであった。こうして、夫婦関係は冷え込んでいき、 それが彼の健康にまで害を及ぼすことになるのである。ちくま房は、世界古典文学全集47、モリエール1965年観光版。白水社は、モリエール名作集1963年、観光版。ありがとうございます。